絶対メイヒーに近づけさせないんだから。待機モードに行こう。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。
当然だよね。何？不満なの？頑張った館長のために愛ちゃんがレアアイテムを入手したよ。館長、そろそろバルキリーちゃんの装備を変えてあげよう。聖魂が強力であればバルキリーちゃんも助かるよね。強い聖魂を手に入れたらすぐに装備してね。レアな聖魂ほど潜在力も効果も優秀だよ。困った時は任務を見てみよう。ここが学寮だよ。なんか寂しくない？大丈夫、愛ちゃんが一緒に改装してあげる。ような気がするね。ならば愛ちゃん秘蔵のやつを出してあげよう。聡明な館長なら気づいたよね。バルキリーちゃんをタップするとバルキリーちゃんと挨拶ができるよ。家具が少ないように感じる？それなら学寮改装で改装をしないとね。
後に愛ちゃんからのプレゼントを受け取って。たまには愛ちゃんの部屋にも遊びに来てね。システムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？
嫌よ。あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学院に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！タイプ D システム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。救済に成功したってことだよ。もう艦長に教えてあげられることはないよ。これからはバルキリーちゃんたちと一緒に頑張ってね。でもアイちゃんもずっとそばにいるからね。
で触ってるのよ。むかつく。